いやみんな、どうもこんにちは。浮気者のキルトです。いやー、今日はプレミアちゃんとね、手を繋ぐようになりました。あ、プレミアちゃん、プレミアちゃんの手がプルプルしてるけど、これ大丈夫か？よー、横にいんだよ、俺、プレミアが。いや、いいだろ？これさ、お姫様抱っこっていつになったらできんの？まだ多分できないかなーと思うんだけど、やってみるか。重くないですか？おお、来た来たでき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 たわっはっはもろパンティこれはあかんだろ。ちょっと待って、ちょっと待って。この状態でだぞ。俺はベッドまで行く。ちょっと待って。待て、キルト。お前もずるいぞ、一人だけ。大丈夫か？今日マイク入ってる？これ大事なパーツだぞ。やべ、興奮してきた。ちょっと。いや、これはえぐい。いやー、完全に白ですね。よし、行くぞみんな。このままプレミアちゃんのベッドに。あれ？ダメ？え？これ、この後どうなんの？うわー、ちょっと待って。お腹まで見えてんぞ、これ。完全に。うわお。うわお。これはいいね。いや、ようできてるね、この服。てか、ブラまでいけんじゃないか、頑張れば。ポリゴン感がちょっと残念だけど。ねえ。いやー、こっち、キリトの目線こうだけど、うちらの目線こうだからね。完全にもう、やらかしてますよ、この人たち。ああれおお緊張します。来たぞ、これとっても近いです。おお、これで失敗しなきゃいいんだな。いつもよりとても近い。これが添い寝だぞ。そうだよ、プレミア。複雑だぞ。とても心地よい。寄り添うのとはまた別の気持ち。じゃあ、ハートがマックスになってから、攻めよう。顔がしかす、ダメだ。もう俺、滑舌が緊張しすぎて。やばい、プレミアに緊張してる、俺。この気持ちは嫌ではない。当たり前だろ。もう幸せの気分どころじゃないぞ。あなたも照れてる。当たり前だろ。楽しいな、このゲーム。しばらくこの気持ちを満喫。よし、行くぞ、みんな。ゴー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 。にっこり。楽しいですね。楽しいよ、そりゃ。もっといける。見つめる。くっつく。どうしました？どうもしてないよ。大丈夫だよ。この気持ちはとても心地よい。なぜでしょう？なんでだろうね。楽しいよ、そりゃ。よし、行くぞ。まだいけるはずだ。手をつなぐ？ベッドの中で？頬をつつく？もう完全にラブコメディもっと構ってたとよ。ちょっと待って、ハートが、色がおかしい。そばに降りて当たり前じゃん、もう。てか、もう結構寄ってるよ、俺。あなたも同じ気持ち？この気持ちは緊張。うん、めっちゃ緊張してる。超緊張してる。やばいから緊張してる。ふわふわしてるよ、俺。いや、これ、追っ始めるぞ、これ。もう終わっちゃうかな。そっちに行ってもいいですか？いいよ、いいよ、いいよ、来るぞ。指示来い。来た。来た。キリト、あなたは本当に強いですね。来た、これクンヒロプレミアと、ピーをする。いや、なんか、ちょっとあれだね。やっぱ CG の方が、顔が切れてるっていうかな、シュッとしてるね。いや、俺、どっちかって言うとね、こっちの方が好きなんですよ。てか、この絵が好きなんですよ。この、ね、3D な感じじゃない、ポリゴンじゃない感じが。いや、いい太ももしてんな、これな。てか、こんな、幼い、パジャマみたいな、高貴なパジャマ、幼い、ポ、ダメだ。喋れね。急にどうしたんだ？行くぞ、みんな。こっから俺はもう、リアクションしかしない。私も、早くあなたのように強くなりたい。プレミア。あなたを見るたびに思います。何、すごい真面目な会話じゃん。もっとなんかエッチな会話だと思ったけど。あれだけ早く、あれだけ力強く剣を振るにはまだまだ時間がかかりそうです。ダメだ、俺の脳みそがもう完全に下ネタにしか聞こえてない。あれだけ早く、あれだけ力強く剣を振るにはキリトの剣を振るにはそれはまだまだ時間かかるぜ。けどプレミアも頑張っているし、強くなるのなんてあっという間さ。そうでしょうか。手を見せてください。お、ああ、いいけど。この手に強さの秘密があるのかもしれません。そうかな。いたって普通だと思うよ。そうですね。ですが、一つだけ発見があります。なんだ？え、なんだ？とても温かいです。これが強さの秘密でしょうか。どうかな。けど強くなるためにいろいろな要素が必要だとは思う。では
この暖かさを分けてくれませんか。私の手を強く握ってください。ああ、いいよ。これでどう。アスナさん、ここにヤバい人いますよ。アスナさん、暖かさが伝わってきます。私も強くなれそうです。ダメだよこれ、キルト君完全に浮気だよ。いや、プレミアだとはいえ浮気だよ。あ、これで終わりなんだ。へー、会話の種類って5種類ぐらいあるんだよね、確かね。つーことはだ、こりゃ大変じゃな。え、で、あ、なんかねえ、やった後はプレミアそっぽ向くタイプか。何気ねえ顔で外向いてたけど、完全にもうこれ一試合済んだ後だぞ。この顔は。双璧をなすものっていう好感度にしたら、ここに来てベッドにインできました。で、双璧をなすものになった、1ミリぐらいの時は、ならなかったんだよね。確かお姫様抱っこはできなかった。あれからタイミングが悪かったかな。で、さらに、これさ、この好感度になってから寝るとさ、なんかね、起きた後にね、セリフ言うじゃんか、ちょっと。なんかそれがね、ちょっぴりハレンジしたんだよね。それを見て今日は終わろう。恥ずかしかったです。ほらほらほら、恥ずかしかったですって何がよ。ちょっと待って。もうこのゲームってか、プレミアちゃんになんてこと教えるんだ本当に。で、見てくれ、俺のプレミアちゃんむっつり情熱的エッチ。このね、なんか完全に俺のプレミアちゃんは18禁に行こうとしてんだよな。なんでかな、最初にこういう近いことやってっからかな。いやー、添い寝クソ楽しい。やばいね。ああ、一応添い寝中の会話ってか、1時間ぐらいかなやってたんだけど、まあそこは多分カットしてあります。で、まあベッドシーンのとこだけのしてるかなと。まあデートイベントが見たい人は、まあコメント次第かな。まあね、楽しいってより、気分がエッチになった時の反応がちょっとだけ面白かったりした。あとはまあ普通の感じ、もう本当に作業デートを作業と言っちゃいかんけど作業でした。はい、ということで今回はね、いや俺このゲームやって一番テンション高かったかもしんねえぐらいの回でした。ということで次回はレインちゃん行こうかな。一応ねレベルもね、上がったんで、そちらのストーリーの方もやっていきたいんだけども、ちょっとレインちゃんとセブンちゃんの添い寝やってからにしようかなと思います。では、良い夜をお過ごしください。